まあ、竹梨君の場合は最後に、まあ、一冊総復習っていう、そうだね、期間が必ずあるじゃないですか。本当に絶対その入試に本番できても間違いないって自信があんならいいかなとは思うけど、うん、っていう視点で考えてみてほしいかなと思いますね。竹田塾チャンネル。いや、6月来ちゃいましたね、本当。梅雨だよ。いや、梅雨ですよ、本当もう。何やってた、梅雨嫌い。いや、もう梅雨大嫌いですよ、僕は、本当。バイクは。もうバイク錆びるし、バイク乗れないしで。外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かに、そうですね。天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。うん、確かに。まあ、そんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は、受験相談 SOS。ラミ先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、うん、問題集の使い方について質問です、うん、問題集は何度も繰り返し解くのがいいと言われてますが、うんうん、初見解けた問題を繰り返す必要はあるのでしょうか、うん、また初見でほぼ解けた問題は一周だけして次の参考書に移るのはありですか、よろしくお願いしますと。うん、なるほどね、はい、初見で解けた問題を繰り返す必要があるかって、まず最初の質問だけど、はい、うん、解けるかどうかは確認はした方がいいね。うん、まあ、実際解いてみるとか、まあ、パッと確認していけるかどうかは確認、うんうんうん、だから、はい、やっぱり人だは忘れるので、ね、はい、やってたらね、いつかそうですよね、ど、うん、忘れとか結構あるんだよね、うん、だからね、見直す機会やっぱ作っておいた方がいいと思う、うんうん、そうですね。まあ、竹田塾の場合は最後に一冊総復習っていう、そうだね、期間が必ずあるじゃないですか。だからそういうところでその1回解いてもう一発でできた問題も、うん、じゃその例えば確認テストで解いてできるかどうかって把握できるんですよね。それを自分でやるしたほうがいいですかね。そうだ、割とね、うん、そのできると思ってても本当に本番で試験とかも教えてきたら解けないって結構あるんだよ。そうなんですよね、あの時は解けたんで、そう、はい、だから結局ね、入試に使うっていう前提があるわけだから、はい、今の時点でその辺はこうできると思ってスルーして、それができなかった時は一番ショックじゃないですか。だから本当に今でもできるかなって確認する習慣は絶対つけた方がいいと思いますよ。そうですね、うん、まあ、あとはちょっと問題、数学とかも問題見て、うん、解説見るじゃないですか、うん、ではこれ分かる分かるみたいなので解けた、うん、これもアウトですよね、これは。実際解いてみろって言われたら割と解けなかったりする、ね、いや解けないですよ、これ結構解けないですね、うん、みんな、うん、なので、はい、まあ、その学習しなくていいかどうかっていうのは本当に絶対その入試に本番できても間違いないって自信があんならいいかなとは思うけど、うん、っていう視点で考えてみてほしいかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、それぐらいの完成度でちょっと見てほしいと、はい、で、まあ、つながる話で、初見でほぼ解けた問題集は一周だけして次の問題集に移るのありかって話なんだけど、はい、まあ、これが別にいいんじゃないですかね。そうですね、初見でも8、9割とかいけますよっていう状況だったら、まあ、できないところで確認して、うん、まあ、すぐ次行っちゃって全然いいとは思います、はい、うん、だから目線として持っておいてほしいのは、それが本番でできるのかっていう、うん、まあ、そこだけですね、基本的には、うん、心配だったらやった方がいいですね。そうですね、うん、はい、なので基本的にはやっぱりその確認する習慣はつけておこうというふうに思います、うん、はい、はい、ですね、参考にしてください。はい、今回は以上です。はい、竹田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おー、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃないですか、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へー、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おー、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、ね、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、お、すごいですか、お、はい、ぜひね、竹田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。竹田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。